180cm、113.8kg、えのきだ宮崎のセールスマン、榎田博之。赤コーナー、184cm、101.3kg、立川たかし。ドレン化する戦い、真っ向勝負で打ち返す。赤コーナー、立川たかし。谷川さん、はい、さあいよいよ開幕ということになりました。そうですね、去年本当トライアウトでプロ野球から転身した立川選手からスタートということなんですけども、はい、本当に一生懸命練習してますからね、真面目な選手ですね、はい、さあこの2人の侍の戦いで2008年 K1 が幕開けです。やること1個ね、ジャッジジャッジ当たってよ、ジャッジラー K1 の幕開け、赤コーナーとしては左のフックが入った、いきなりダウン、榎田博之からダウンを奪いました。ちょっと前につきましたね、はい、さあなんとか立ち上がりました。カウンターが入っちゃいましたね、前に送信してて、さあそして右のフック、ストレートも入る、2度目のダウンを奪った立川隆、ちょっと強すぎる、はい、榎田選手がカチカチなんですね。そうですね、初めての K1 の舞台ですから緊張あると思います、さああと一度のダウンで次の使いになるが、左のフックが入る、今度は榎田がダウンを終わった、立川立てない、立川立てない、なんと榎田博之37歳、逆転のノックアウト勝利、榎田とんでもない戦いで K1 が幕開けです。森川さん、はい、とんでもないことが今年の横浜オープニングから起こりました。そうですね、場内わっと開けましたけどね、一瞬で変わりましたね、そして東原さん、はい、本当にこの榎田選手、はい、宮崎出身、純朴なお父さんという感じだったんですが、そうですね、入場まで、ね、お子さんと一緒だったから、やっぱりね、強いお父さん見せられて、ね、安心してるんじゃないでしょうかね。最後右フックですね、立川選手にとって初めてあんな強烈なパンチもらったんじゃないですかね、そうクロスカウンターですね、はい、信じられない戦いに横浜アリーナが震えています、2度ダウンを奪った立川隆が最後榎田博之の渾身ですね、はい、気持ちを込めた宮崎魂のこもった右フック、37歳オールドルーキーフロム宮崎、榎田博之ノックアウト勝利です。